東北民主連軍航空学校とは、1946年3月1日に、設立された、国境内戦期の八素寺軍の航空学校。第二次世界大戦終結後、大日本帝国陸軍の関東軍、第二航空軍独立第101教育飛行団、第四連成飛行隊長、林愛一郎少佐をはじめとする、隊員300名余りが共感となって八素寺軍の、 パイロットを要請した。1945年8月、中国共産党中央委員会は、空軍創設のため東北部に、航空学校を設立することを決定し、同年8月から9月にかけて、ソ連や中華民国空軍で、航空技術を学んだ者、中国共産党中央党校、中央自然科学院。 にわか文学校などから引き抜いた30名余りを、東北部に派遣した。1945年10月、林愛一郎少佐は、新洋の東北人民自治軍総部で、林平、方針、五三県から八素地軍空軍設立を要求され、隊員の生活保障を条件として、空軍設立に協力することを受け入れた。 1946年1月1日に航空総体が設立され、2月3日の通過事件では、林少佐や中華民国政府に協力しようとした飛行隊員は逮捕され、航空技術を持たない者は単行送りとされた。2月5日、常健康に引率された航空幹部10名が通過に到着。3月1日、通過中学敷地内に、 東北民主連軍航空学校として正式に開校した。東北民主連軍総司令部及び総政治部より任命された開校時点の教員は以下の通り。東北民主連軍航空学校では練習機として一式戦闘機、99式高等練習機、P51-01032 型などを使用していた。日本人に対する人事や指導は 日本人八祖寺軍人の杉本和夫が言った。4月、ボタン講師に移転。5月、校長が常健婚に、副校長が王室になる。同月、竜風、大玉輝ら12名で、飛行教官訓練班が組まれ、日本人教官、蔡雲上、吉地比から訓練を受ける。1940年以後、延安は、 飛行技術を維持できる環境でなかったため、流風、五安市、義賢、大玉木、調整中、社長上げ、巨傾向、大陽翼の8名は6年以上操縦しておらず、飛行技術は鈍っていた。後1947年頭までに事故などで3名が、離任し、代わって14名が新疆から編入される。1946年6月に、吉し その一年後に、蔡雲章が事故で死亡すると、飛行教官は全員日本人となった。10月、東安に引き修理省、機械省、材料省を設置。11月、東安に移転。1947年2月、木勤務所を設立、三省を管轄させる。1948年1月、東北人民解放軍航空学校に改称。3月、 木務所と交渉を除きボタン校誌に戻る。同年冬、両親戦役集結により、長春市に移転。また、キッツ所ムドコロは、新洋に移転して、東北航空総省となり、六甲渉と機材走行を管轄した。1949年5月、中国人民解放軍航空学校に改唱。 中華人民共和国建国後の同年末、さらに6カ所の航空学校が開校され、中国人民解放軍第7航空学校に改編された。王海日本人教官の下で、パイロット126名、整備士322名をはじめとする560名の航空技術幹部が排出された。飛行教員訓練班飛行第1機後班飛行第1機四つ班飛行。 1> 第1期平反飛行第3期良好第1期気象第1期技法第,第1期機械第1期機械第2期機械第3期機械第4期通信第1期上端第1期上端第2期散防犯、ありがとうございます